アンパンマン。なにバイキンマン。今日は福笑い。福笑いで対決しようぜ。いいだろう。俺絶対負けないよ。絶対負けない。面白い顔作るよ福笑いで。いいよ、対決だ。福笑い対決だ。誰がジャッジする？誰がジャッジしようか。まあそれはゲスト呼ぼう。よし、対決だ。よし、このピカチュウ福笑いで勝負だ。ちなみにピカチュウの顔はこれだよ。審査員は毎度おなじみドキンちゃんです。ドキンちゃんに審査をしてもらいます。あ、通りすがりの食パンマンです。僕も面白そうだから見てっていいかな？いいよいいよ。あ、ドキンちゃんが、ドキンちゃんが食パンマンのことばっかり見てるけど大丈夫かな。やろう、勝負をしよう。じゃあ俺様からいきます。よし、目隠ししたしやるぞ。これは丸いから目かな。目をこの辺、もう片方の目もこの辺、あとはこれは何だろう、鼻かな。鼻この辺、あとはこれは口かな。口はこの辺。できた、できたよ。じゃん。あ、正解はこっち。俺様のはこれ。ドキンちゃんこれどう？うん、すごい上手にできてる、上手にできてる。ドキンちゃん食パンマン様しか見てないよ。ドキンちゃんちょっと上手にできてるから大丈夫。バイキンマンさすが、さすが。なんかコメントすっごい適当、ドキンちゃん。食パンマン、おい食パン、食パンをどう思う？これ、これはパーツの配置がちょっとおかしいですね。鼻がずれちゃってますから。うん、もうちょっとでした。なあ、そうだよな、そうだよな、それが普通だよな。ドキンちゃんはもう目がハートマークだよ。あの審判ダメだよ、アンパンマン。そうだね、なんか違う戦いしようぜ。そうしますか。じゃああっちでスゴロクしようぜ。動画を最後まで見てくれてありがとう。今すぐチャンネル登録ボタンを押してね。次の動画がバイキンマンとドキンちゃんのところに隠れているよ。探してみてね。